ハロー、お久しぶり、ケッツン中継兵です。セーフいや、10日ぶりくらい、いつぶり、今までため撮り、7月6日くらいまでにため撮りしたやつがバーって流れてたと思うんやけども、沖縄に行ってました。真っ暗やろ、わからん、わからへん、超暗い。もう楽しかった、楽しかった。いや、まあね、沖縄についてはね、ちょっとまたいろいろ話そうと思うんですけども、なんかね、ダイビングとかやってきたから、そういう動画を自社の方で撮ろうと思うんですけども、まあ、そのケッツン中継編帰ってきて、今日7月21日じゃないですか。別にそのオナニーの日とかではないんですけど、そういう日ではないんですけど、なんて言うんでしょう、まあ、オナニーの日なのに、セックスしちゃってすいません。まあそんなことはどうでもいいんですよ。レイの射精ゲーム、射精ゲームっていうのもおこがましいかな、ぶっかけゲームですね、スプラトゥーン凍ってきた。いやー、もう大変だった俺、もうおめでとう、おめでとう、ケッツン、もうケッツン超おめでとう、やっとやっと手に入れたよ。スイッチ、これスイッチやで、スイッチ入ってんねん、入ってんねんやろ、入ってるやろ、でもカセットも入ってるよな、入ってんねん。いやー、大変でしたよ、もう本当にね。ツイッターでフォローしてる皆さんはね、わかると思うけど、もう朝からね、抽選出かけて、休日にで外れた外れたってツイートして、そしたら当たりました、私ネットの方で当たりましたって言ってね、なんかこうスイッチの画像がね送られてくるんですよ、リップで。それ一つ一つに丁寧に死ねって返す日々、本当不毛な日々でしたよね。やっと当たった。ね、PSVR よりね、ニュース9のね、もう全然違うよ、マジで全然違う。 PSVR の方がね、また手に入れやすいと思う。これスイッチめっちゃめっちゃ難しいよ。いや、でもね、都心部の方が難しくて、地方はねゲロ楽勝やと思う。大阪ね、3300人ぐらい抽選で当たるの50人とかやで、そんな倍率ですよ、ずっとずっとやで、ずっとありえへんやろどんだけ確率低いねんと、そういう抽選にずっと行ってたんですよ。そしたらね、友人がね、どこやっけ、兵庫の上、てか岡山やったかな、岡山の方に仕事で出張に行った時に、昼休みふらーっと飲食店入ったら、なんかそのゲーム屋さんがあったやって、でそのゲーム屋さん、なんかスイッチとかあるかなーってふらーっと行ったら、そのスイッチの抽選が明日あるっていう書いてあった、看板に。でそれを俺に連絡くれて、あ、そしたら明日はそこまで行こうや言うてね、で行く約束をして、で俺その日寝坊したんよ、もう申し訳ないけど。で友達も一緒に行ってくれて、友達がね、抽選だけしてくれて、先に行って、そしたらね、電話かかってきて、ケツンと当たったと、マジか、ありがとうって、どんなもんやった倍率、お前めちゃめちゃ運ええやんって、もう俺もう危機としてね、テンション上がって、もう電話で答えたら、スイッチ10台しかなかったと、わあ、やっぱり厳しいなって、岡山の方やったら10台ぐらいしか回らんのや、厳しいなって、で何人ぐらいいた、8人、抽選もクソもなくて、来た人全員当選してました。ちょっと待ってくれと。でしかもね、まさか抽選なく来た人全員当たると思わんかったんやろうな、その北側も。カップルとか子連れとかでね、倍率上げやったばっかりやったから、すいません、チケットちょっとこれ当選したんです、返します言うて、結局4台ぐらいやばすぎんべー、やばすぎんべー、格差激しすぎんべー、これはぁ、結局4台ぐらいやったで、6台ぐらい余ってたわ、スイッチ、ざけんなと、大阪に回せもっと、なんだそんな嫌いな大阪、任天堂って京都の会社ちゃん、よこせやということで、無事スイッチ戦争が終わったんですけど、まずね、ネットで当てるっていうのはね、ほぼ難しいよ、俺もうね F5 連打しまくったよ、もうずーっと連打しまくったけど、全然もう繋がることさえね、ままならねえよ、まあ中には当たった人もおるんやろうけど、まあそれは難しいので、地方を狙いましょう。地方はね、ゲロ難易度低いよ、ほんまに、びっくりした、ということで、無事に私
スイッチ争奪戦勝利したということで、はー、スイッチ開けよう。Wii U 以来やぞ。 Wii U 以来、 Wii U 以来って、え、 Wii U の次これ。あ、じゃあバリバリ俺いけやな。バリバリ追ってるやん。で、 Wii U の前俺64とかやもんな。わ、すげえすげえすげえ。いやー、え、ちっちゃー、え、ちっちゃー、え、ちっちゃない。え、嘘。ちょ、子供用やん、子供用やん、え、子供用やん。What？ なんか比べるもの、ちょ、申し訳ないねんけど、トイレットペーパートイレットペーパーと同じくらいの高さやで。ちっちゃー。え、こんなんでゲームすんの。指が、いや、これ難しいな。え、これマジで、いや、これほんまね、冗談抜きでほんまに、指がね、コントローラー小さすぎてね、ダメだ。うまく、ちょっと縮こまった感じでプレイせなあかんな。いや、これほんま多分あれやな、子供用に作られてるんやろな。うん、大人がスイッチしてんじゃねえよっていうことやろ。うん、はい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 、わかりました。ええやん、大人がゲームしてもな。わっ、やべえ、スプラトゥーンのなんかステッカー入ってるよ。ほら、スプラトゥーンのステッカー、いやー、いらねえ。うわ、いやいや、めっちゃ入ってるやん、スプラトゥーン。え、これスプラトゥーンやろ。え、これスプラトゥーン、これ。いや、俺ワンやったことないからわからへんねんけど、どうせスプラトゥーンでしょこれ。なんか貼っとこうかな、どっかに、せっかくやからね。え、でこれ何？あ、なんかあれか、あのね、スプラトゥーンじゃねえや、スイッチね、携帯ゲームとしてもね、持ち運べるんですよ。すごくない？据え置き機だけじゃなくて、そうだからね、 CS とね、携帯両方できるっていう。そうだから外出するときにはこうやってほらできるん。いやー、いいですね、この緑とこの紫ちゃんは、ピンクみたいな、たまりませんね、こうやってゲームできるんだ。あ、こう来たらね、なかなかしっくりきいひんね。うん、きいひん。うん、ちっちゃいコントローラーが、もうちょっとでかくせな、ちょっと指がね、すごいむずく、もう一個関節いるよ。ちょっと待って、あ、スプラトゥーン入ってる。あ、スプラトゥーン入ってる。おー、ふー、ヤンキーふー。いやー、ぶっかけ合いまくろ。うん、小学生にボコボコにされたろ、怖いわ。荒れるやろな、俺のコメント欄も。小学生が気持ち悪いですってマジのコメント来そう。へえ、前はそんな前は言えよ。え、なんかあれ、本体は、本体ないの、これ何、これ、はこれ、おい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 、このフォルム、わあ、かっこいいな、なんか、なんかちょっとした戦闘機みたいやんけ、これ。おい、かっこいいや、なんか、おお、シュワーン。恥ずかしい。おい、ちょっと待って、この角度、おー、シュワーン。かっけえ、おい、かっけえな、おい、おい、おい、なんかマンタみたいな、マンタ、エイエイみたいな。これどうやって外すの、これ、これかな。これコントローラーを据え置き機でやるときはこんなんセットしてやで。いやいや、万能かよお前、マジで。スイッチすげえな、ほら、こうやってコントローラーとして使えるやん、マジで。ああ、これやったら、いや、無理。いや、なんかね、もう一個親指のね、関節もう一個ないと大人にはちょっと難しいかもわからん。あのね、ボタンの感覚がね、もうめちゃめちゃ狭い、狭すぎる。これ PS4 と見たらね、ようわかるわ。ちょ、 PS4 のコントローラーどこ行ったん、おいで。ほら、 PS4 のコントローラーがこうやって、四角とかこんなんでしょ、こんな大きさでしょ。で、この配置なん、ちょっと小さすぎひん、スイッチは。ねえ、ボタン一つ一つが小さいし、間隔も狭いから、大人にはね、ほんまちょっと慣れるまで時間かかると思う。うん、他のボタンに指がぶつかっちゃうね、誤操作しまくりやと思うわ。うん、へえ、もうちょっと大人向けに作ってくれてもよろしいんじゃ。ここら辺はなんかアダプターやな、まあええわ。
わ、すっげえ。いやでもね、正直言っていい、あのね、こういうさ箱を開けるときって多分一通りやっぱりワクワクすると思うね。一番ワクワクするのね、PSVR やで、ほんまに。俺多分開封やってないと思うね、あまりにもでかすぎて、あの部屋で撮影部屋でできんかったんやけど、もうすごいよ、ハイテク。なんか開け方がね、普通の箱ちゃうね、なんかえ、どうやって開けるの、おーおーおーみたいな、うん、PSVR 買った人はね、箱開けるの楽しみにしとき、なんか近未来な開け方やで、ほんまにかっこいいで。でこれが本体、え、でもなんかさ、帰ってきてさ、沖縄行ってた時 Wi-Fi が全くなかったから YouTube 一切見れなかったのよ。で帰ってきて YouTube 見て、このケッツン中継したやつ見てね、一人で、うん、こいつすげえな、だから一人でよう喋んなこいつキモない思って一人でね、なんか客観的に見ながらそう思っとった、なんでこいつこんな喋んのということで、私はね、任天堂スイッチ勢にいよいよなるんですけど、マリオカートとかモンハンとかそこら辺もねやります、うん、やります、絶対やります。ただ任天堂プログラムに入らないといけないんですよ、無所属の人は。で任天堂プログラムに入って、動画とかをそのいちいち申請しないといけないんですけど、だから生放送とかってできるんかな、無所属の人って。どうなん、怖いんやけど、守ってくれる人が誰もいひんからなあ。いやでもなんか久しぶりにケッツン中継払ったけど、もう邪魔、うん、こんななんで俺初期設定こんなんしたやろ、うん、ペコさんっていうやつもいるやん、あいつもね嘆いてた、いや僕なんで初期設定ヒゲにしたんでしょうかね、熱くてしゃあないっすわって一個一個アンロックしていこうかなね、こうやって1年ごと、俺1年経ったから左でアンロックして来年右でアンロックしてここアンロックして、アンロックして、ここもアンロックして、おいあのね、沖縄行ってね、俺ちょっと変わったんだけど、俺今まですげえ銃にロマン感じてたやん、うん、魚ってマジロマンじゃねえ、やばいわ、うん、いや銃は昔はすごいロマン感じたけど、現代はやっぱりもう機能美というか性能美じゃないですか。いや魚って、何に適応しようとしてそのフォルムになったのみたいな、いっぱいおるやん、どうしてみたいな、どうしてそう特化したん、そう進化したんみたいなお前の DNA すごないみたいなね、なんかロマンあるフォルムしてるやついっぱいいんのよ。だから俺ちょっとね、魚系実況者になりたいね、うん、なんかリアルな魚ゲームねえかな、半端やないね、うん、なんかホウジロザメかなんかね、あいつらマジで化け物よ、魔物、お腹の中で子供を産むんやけど、で稚魚やんか、まずお腹の中で稚魚同士で争わせんねんそう、すごいやろ、もう言っちゃえば兄弟やで、兄弟で共食いし合わせんねん、うん、で生き残ったやつが、海に出てこれると、うん、やばくないもうね、いろんなね、なんかロマンが詰まってるよね、魚は。海すげえわ、ちょっといろいろ喋りまくりたいんやけど、まあ今回はスイッチのあれということで、うん、スプラトゥーンは明日か明後日ぐらいからやっていこうかなと思います、うん、ちょっとまだいろいろ選択とかやらないといけないのではい、ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。